ドジャース、由伸ベンチでオープン戦初体感即席でサイン会も開催。ドジャースの山本は昼までに練習を終え、午後にオープン戦のベンチに初めて入り、ホーム開催のアスレチックス育成を観戦した。即席でサイン会も行うなど、リラックスした表情でメジャーの雰囲気を味わった。練習ではキャッチボールなど軽めのメニューで、オープン戦初登板となる28日、日本時間29日の敵地レンジャーズ育成に向け、コンディションを整えた。また、この日の遠征メンバーに入っていたアグン招待選手の富岡は登板機会がなかった。